当カメラの神谷でございます。よろしくお願いします。あの今回はですね、はい、あの前回 の、うん、あの僕の出演動画が前々回の再生回数を上回らなかったので、うん、お、本当ですか。はい、はい、出演者交代です。ありがとうございます。はい、ということで今回は、はい、僕、佐藤カメラの神谷が、はい、ゴリ先生に質問をしていくと、はいはい、いうスタイルでちょっと動画を進めていこうかなと。ドキドキです。はい、思います、はい、で最初の質問なんですけど、はい、まずそもそも、うん、なんでこのソロバンチャンネルを始めたのかというところちょっと聞きたいなと思います。要はです、もっとあの激しめな質問が来るかと思います。助かります。あの、一番の目的は、はい、全国のパパママ、はい、全てのパパママをソロバンの先生にしたいんです。うん、全てのパパママをソロバンの先生にしたい。まあというのも、まあ、当然掛け、足す引く掛け割る指数計算、基本的に計算のやり方っていうのはある程度大体同じような流れ、別に、突飛なやり方が存在するわけでもなく、例えばプログラミングを組むときに計算式を入れてしまえば答えが出るのと同じように、計算の過程というのはそんなに大きな、まあ、いろんなその速くするための能力であるとか、というのはまずは置いておいて、指数計算のやり方自体はそんなに十分動画だけでも伝わるんじゃないかな。で、それをパパママがしっかり、やっぱり生徒を見てるとその子供たちってやっぱりパパママが一番好きなんですよね。その一番好きなパパママに教えてもらう、さらに、その大好きなパパママに褒めてもらうっていうのが一番伸びるんだろうなっていうのを実感してて、であればやっぱり僕らがいっぱい一生懸命頑張ったとしてもやっぱりパパママには勝てないんだろうな、であればもうパパママが先生になってくれればすごく能力が高い生徒たちが育ってくるんじゃないかというような思いです。なるほど。あとはあのメダリストの選手たちのそのちっちゃい頃に、例えば卓球をお父さんが教えてた、バドミントンをお母さんが教えてた、あのやっぱりそういうところが、そういうような選手たちがやっぱりメダリストになってるっていうのもすごく多い話じゃないですか。じゃあソロバンにも、そのままソロバン暗算もそこに置き換えてみると、小さい頃からは、パパママがしっかり教えてもらって、ただメダリストの人たちもそうなんですけど、中学高校生になっても、やっぱりそれなりのコーチについたりっていうのがあると思うんですよ。でやはり初めの頃はパパママが教えてもらって上達することによって、まあ近くの、多分まあ手に負えなくなると思うんで、レベル的にそうしたら近くのソロバン塾に行ってもらう形を取れれば、相当そのソロバン業界、手段業界のレベルも今以上に多分底上げができるんじゃないかなと思ってやってます。なるほどなるほど、はい。ああまあ、ちょっと最初話を聞いた時に、うん、それソロバン業界なくなっちゃうじゃんってちょっと思ったんですけど、うんうん、はい、あ確かにそうですね、うん、あの一郎とかもそうですもんね。そうです、最初はもうやっぱりお父さんが教えててってやっぱ言いますもんね。でそこからね、学校に入っていろんなコーチが変わって、うん、で今の姿があるということを考えると確かにそうですよね、うん、だから今亀梨さんにおっしゃってもらった、例えば野球であれば、キャッチボールする、あの小さい頃にキャッチボールして野球を好きになってもらう、お父さんがそれを子供を褒める、それと同じようにそろばんで置き換えるんであれば、掛け算を教えてもらうパパで一緒に掛け算を解いていく、わすごいな、こんな計算ができるんだ、こんな早く計算ができるんだっていうことによって、子供たちが多分そろばん暗算を好きになってくれるんじゃないかなっていう感じですか。あ、まあ、確かにそうですね。最初にあの子供が興味を持つ、そろばんに興味持ってくれるってことを考えると、はい、計算が好きになってくれるってことと、今多分子供が好きなものってあると思うんですよね、うん、でパパママは絶対それを分かってるはずなんですよね、うん、お子さんが今興味あるもの、うん、でそのそろばんのやり方だったり計算の仕方だったりをそれに例えて教えてあげたりとかっていうことができれば、まあ、だん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 その、ね、数字というものが、まあ、身近に感じてくるっていう意味でも、うん、パパママがお父さんお母さんがね、うん、やってあげるというのはありかな、はい、確かに思います。じゃあぜひこのチャンネルの動画をなんかうまく生かしてほしいですね、はい、ありがとうございます。どうに、はい、パパマにはどうに見てもらったらいいですか。そうですね、今、1周目、まあ、やり方に関して今2周目アニメーションにしてるんですけども、1周目はもう実写の動画、僕の、まあ、ちょっとグローブをはめて、手の動きをやってる実写の動画があって、でそれに沿う形で、子供たちに見てもらうようにアニメーションで同じ内容で今なぞってるんですね。それが、まあ、やり方としては2周目入ってる。
で、お子さんにはそれを見せてもらいながら、ただ、指導の方法としてパパママはそれだと物足りないんで、同じようにリンクが貼ってありますんで、実写を見てもらって、それを見ながらぜひちょっと指導してもらえればいいと思います。なるほど。じゃあそんな感じでちょっとねこのチャンネルの動画を生かしながら、はいはい、まずねちょっと初めて見てもらえればとよろしくお願いします、はい、思います、はい、ということで、はい、今日は小林先生、はい、まあ普段しない話をさせてもらったんで、そうです、はい、いい回になったんじゃないかなと。来月じゃあ今度1ヶ月後、亀さんは月1ゲストなんで、そうですね、来月までに僕が前回の亀屋さんの視聴回数を超えたらまた僕が出る。あ、そうそう、今回動画ね。超えなかったら、中表をキャッチ。そうそうそう。はい。よろしくお願いします。そのルールでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい。